2023年4月、今年もやってきたぜ。名古屋モーターサイクルショー。今年はオスナさんも一緒だよ。うおお、これが噂の XSR125。実物で見てもやっぱりかっこいいなぁ。うおお、なんとムーチャンネルのミーモさんが二宮さんとあんな距離に。そこを変われミーモさーん。モタサイといえばやっぱりこれでしょ。今回は新しく女性隊員2名も参戦。かっけー。この動画は、ミニペケちゃんこと GSXS125 にまたがる、マグロユッケとオスナさんによるモトブログだよ。ゆっくりしていってね。そう、白色だから 50cc だから、ここは2段階右折しないといけないんだけど。なかなか見ないね。2段階右折してる。現地。おっと、オスナさん、それ以上はいけない。というわけで皆様、おはこんばんちは。どうもマグロユッケとオスナさんだよ。まあ、もうすごい、もう、発声のテンションじゃない、オスナさん。いやいやいや。誰のせいだよって話。でもさ、1時に出てたらもっと寒かったよね。確かに。こんなに日も上がってなかったのに。ね、結果オーライだ。なんでも都合よく捉えるのが最近のトレンドだよ。というわけで今回は、おすなさんを連れて名古屋モーターサイクルショーに向かっております。爆風に極寒の1日だったのでマジで寝坊してよかった。名古屋でのモーターサイクルショーは今回で第2回目。去年よりもさらに盛り上がること間違いなしなのと、おつなさんにもぜひ見てほしい。あんなバイクやこんなバイクが展示されてるので、ぜひいろいろまたがってもらうために一緒に常滑まで頑張ってもらうよ。あと1時間以上かかるけど頑張ろうね。曲がるぜ。怖いぜ。おお、できてる。っていうのは、木村大橋の左折専用橋が完成してました。すげえ、初めて通るー。今までだと左折と直進が1車線ずつで、直進レーンがそれはもう目の当てられないレベルの渋滞だったんだけど、結果直進レーンが2車線になったのでだいぶ解消されるのかな。今日はね、帽子がトレンドマークだから。相葉コーポレーションね。うん、みんな気づくかな。絶対気づかないと思う。というのは、今回おつなさんは変装のため、ドンキで絶好に見繕ったユニオンコラボのキャップをかぶっております。KC のロゴの下にちっちゃく社長コーポレーションって書いてあるよ。本人は会話の彼女すら知らないけどね。一時停止は止まりましょう。お願いします。フリップ踏み出すね。なんて？ちゃんと止まったかとよ。あ、なんか人がいる。こんな人がいるんだね。え、どこ？もう本当だ。何をやってる人なのかわかる人いたら教えろください。寝てるようにしか見えなかったんだけど。何をするための人員なんだろうね。そしてなんだ、信号青なのに全く動かなくなったぞ。なんかお祭りやってるね。え、そうなの？あ、ほんとだ。おみこし引いてんだ。あ、みこし引いてるから通れないんだ。A few moments later。 一応ギアは入れてみたけど、なんか向こう側っぽいけど、どうなんだろうね。そんな道路逆走するとこあるかな。いや、さすがにないかな。真相へ向けてみんな一斉に走り出しました。わざわざ青信号の交差点を止めてまで渡ったんだ。ものすごいことになってておくれー。おっしゃー、逆走きたー。なるほどなるほど、すぐそこの赤レンガ建物の敷地内に入りたいから U ターンすればいいものの、ちょっと横着してるわけですな。お、しかもあのおみこし中に人が入ってるタイプだ。中から演奏したりしてるのかな。ああいうおみこしを見るとあれを思い出すね。定期的に流れてくるだんじりで街を破壊していくお祭り。あれ、街の保険で直すらしいけど、保険の内容は誰も知らないらしいよ。怖いね。数年ごとに死人や重症者も出てるらしいし、本当にそんな伝統とか歴史をうんちゃらかんちゃらな街に生まれなくてよかった。ああ、もう対向車線、これいつになったら動き出せるんだ、かわいそうに。まあこっちはスイスイ動き出したし、有定音のとこなめまでもうあと少しなので張り切って進むよ。確かこの交差点の真ん中レーンを直進して、で、あ、そうそう、この家畜の匂いで鼻が曲がる交差点を右に曲がって、くせー。で、高速道路沿いの一方通行に入っていって、あ、そうだ、去年は確かここで間違えたんだったな。去年はここを右に曲がって間違えたけど、トコナメイの最短ルートはもう1コム向の一時停止を右折だよ。で、一時停止を右折した先の交差点を左に曲がってだな。そうか、あと旗がまっすぐ走るだけで到着か。1年ぶりだけど、この記憶力すさまじいでしょ。一家に1台マグロユッケだよ。というわけで、もうイオンは目の前なんだけど、
125cc 専用駐車場に入るにはここを左折するよ。左は常滑のボートレース場だね。でまず1個目の信号を右折して、もう1回信号を右折すれば、いよいよ常滑に到着。名古屋モーターサイクルショーの会場には高速道路からじゃないといけないので、125cc 以下はここに止めてシャトルバスで海を渡るよ。駐車料金1日500円だけど、イオンで使える500円分の食事券と交換なので実質タダだよ。というか残り数キロもない1区間くらい期間中 125cc にも開放してくれればいいのにね。いやいやだからバイクイベント一つでお国が動かないでしょ。そうかここはアメリカじゃない日本なんだ。みたいな会話を送る途中を綱さんとしてたのを思い出しました。今年は寝坊したのでシャトルバスがあっという間に来ました。寝坊してよかった。ミーハー。広いなー。でっけーなー。キャー、着いたぜー。去年はこのシャトルバス降り場から入り口までめちゃくちゃ歩いたんだけど、今年はそこのすぐ正面から入っていけるみたいだよ、ありがたやー。そうそうなんだこれ全然並んでない。まだ開場して1時間くらいかな。去年なんてこんなもうイベント始まる前から足が疲れるくらい並んでたのに、入り口までノンストップだよ。来年からはみんなも1時間2時間寝坊するのがおすすめかな。あー素晴らしい、もう入れる。じゃあ今年も楽しんでいくでー。今年は何やら来場者に向けて紙のリストバンドがありました。去年もなんか巻いた気がするけど、あれは試乗会参加者だけだったかな。そしておしなさんと一日楽しく回るためのパンフレットをゲット。しかし今日はある程度どう回ろうかは来るまでの間に決めておきました。うおー鈴木ブースで最高の熱気。今年は V ストロームくらいしか話題が目についてないけど、っていうことは川崎ブースとかヤマハブース偉いことになってそうだなというわけで、先にお昼ご飯食べちゃうもんねー。去年はちょうどお昼頃に食べてみようと思ったら、もはやこんな状況だったので並ぶ気すら失せてたよ。おまけに食べ歩き禁止な上にイートインスペースが非常に狭かったので、皆さん冷めたご飯片手に立ち尽くしてたけど、今年はどうなんだろうね。反省してイートインスペースを拡大したらしいけど、相変わらずのテーブルと椅子スタイルで数に限りがあるよ。でっかいシート1枚引いてその上で宴会スタイルにすればいいのにね。まあ、とりあえず今年は去年よりもキッチンカーが多くて悩みますな。さてさて何が食べたいおつなさんや。今日のために節約してきたからいっぱい食うぞー。出た。正直買いすぎたし食べすぎました。いただきまーす。で今年のイートインスペースはこんな感じ。まだ11時くらいなのにほぼ8割方満席だよ。ほんともっと席を倍くらいにするか宴会スタイルにしてほしいよね。第3回の課題ですな。イオンっぽいで腹も膨れたしブース回っていくでー。お昼食べ終わって12時くらいになったから人が減ったかと思ったけど、去年の惨劇を知っている人たちはもうご飯諦めてるのかな。とにかく人混み酔いしそうなくらい人がすごいよ。お、そしておつなさんハーレーブースが気になる模様。こういうイベントでもない限りハーレーにまたがれるなんてそうそうない機会だしね。さあさあ好きなのにまたがってきてごらんおつなさんや。お、いいぞいきなりフォワードコントロールなザ、ハーレーですな。おおおつなさんの体格でそれに乗れたらかっこいいだろうな。お、こっちのボバースタイルなミッドコントロールならおつなさんでも乗れそうだな。どれどれ、お足がついてる、いいぞー。なんだハーレーが似合ってるじゃないかおつなさんや。ついでにマグロもまたがってみたけどハーレーにしては小柄なんだね。おつなさん夢のハーレーにもまたがれたし、お次は鈴木ブース行くぜー。何やら今年もバイクのシルエットステッカーを配布してるみたいだけど、どうせ R1000 とかハヤブサだけでミニペケちゃんはないんだよな。お、姉ちゃんいいバイク乗ってんねー。それ何 C? それ何 C? 1000cc だけど。さすがにリッタースポーツになると全く地に足つきませんかわいい。とここで本日は初めての視聴者さんエンカウント。やはり鈴木ブースに出現すると見抜いていたかやりおる。そして恒例ステッカー押し付けの木。もうニューデザインのステッカーも着々と準備が整っているので、この在庫処分をもらえるのも時間の問題だよ。みんなもツーリング先とかで見かけたらどんどん声かけてみてね。続けざまにもう一方在庫処分の経理書数。バイクに貼ってもよし冷蔵庫に貼ってもよしな一品だよ。将来マグロユッケのチャンネルが100万人到達したらメルカリしてみてね。どうだおつなさんやマグロユッケの愛されっぷりを目の当たりにした感想は。焼いちゃう?焼いちゃう?お 8S だ。あんまし言っちゃいけないだろうけど。ホーネットも 8S もヘッドライトがな。ストファイが有効とハイエコノミが分かれるよね。川崎の Z シリーズのヘッドライトはかっこいいんだけどな。お、お次はおつなさん V ストに目をつけました、いいぞ。シュラウドまで塗装されてるのが2023年モデルの特徴だね。よく言われてたトリッポさもだいぶ薄れたね、かっこいい。
身長168センチでもご覧の足つきだよ。なんだか250なのに DM かなんか乗ってるような感覚味わえるね。しかしちょっとミラーがチャッチーかな。カウルが引き締まったのになんだかもったいない。まあ逆にこういうバイクってこういうもんなのかな。お嬢さんすごい見てくるから熱烈なファンかと思ったら乗りたかったのね。不思議と女性に人気のだそうなデザインなのかな。お、これは GE か。これもヘッドライトがちょっとな。丸目は大型に SV650 があるからあれだけど、正直250と400クラスにも丸目スポーツバイクが欲しいよね。鈴木の安さならば買うれしそうな気がするんだけど、そううまくはいかないのかな。お、そしてあそこにおわしますわ。なんだ R の方のミニペケちゃんか。やっぱり世界的にも R の方が売れてるようで。今年は残念ながらミニペケちゃんは展示なし。超絶かっこいいし可愛いのにな。お、しかしやっぱり小柄の女性のミニペケ姿はかっこいいですな。男性が乗るとやっぱりちょっと小さくは見えるんだけど。いやーとっても活かしてますぜ社長。デュエルディスクください。お、そしておつなさんお気に入りのジクサーもネイキッドがなくて。どうやらスポーツペアリング、SF の方だけみたいだね。まあしかしせっかくだしまたがってみんしゃい。やっぱ125と全然違うでしょ。これ250。付き合いも長くなると名前じゃなくて排気量を聞いてるんだと一瞬でわかるよ。よしよし鈴木ブースも満喫したし次はどこ見て回ろうかねー。モーターサイクルショーはバイクメーカーだけじゃなく、アパレルにグッズ、カスタムショップなど、ありとあらゆるバイクにまつわるショップがブースを構えているよ。お、おつなさんがフレームインしてきた。おつなさんがマグロユッケより先に出るとき肌痛い気になったものがあるときなので、ちょいとこの小峰ブースを覗いていくよ。母あんなるほど女性用のグローブが見たかったんだな。XS とかのサイズがちょうど良かったみたいだけど小峰でも3000円超えるのか。おつなさんもワークマンの1000円グローブでいいんじゃない。お、今年の YouTuber 合同オフ会ブースは屋内になったのか。お、ミーモさんがそこで元気にファンサービスしてるでうん。あ、あれはまさか。モノホンの二宮美希だー。あーいや失礼二宮さんだー。右手のトモコ東海レディースさんや手前のなんかエッチ一服してる人も気になるけど。今はともかく2期の時間だー。いやー狭い駐車場でマグナ50を紹介しまくってた時代が全員。なんだとー。ミーモさんなんて羨ましい立ち位置に。しかしワイもなんとか二宮美希をベストな位置から眺めることに成功しました。どうやらテルクレンチでどれだけ規定値に近づけるかチャレンジしてるみたいだね。またその進行液がマーさんなのも面白いというか熱い。あーあーあれは鬼の半クラティー。なんて語りに語る背中なんだ。あー二宮さん。ここにいるマグロ派あなたの動画を見て初めてのミッションバイクをマグナに決めましたよ。あーなんて男らしいカーゴパンツを履いてやがるんだ。ふぅ。よしよし男マグロユッケは満足したことだし。おつなさんがカナエさんに会ってみたいってことだったので。久しぶりにちょっと挨拶してこようかな。久しぶりすぎてどうかなカナエさん覚えてるんだろうか。で肝心のカナエさん箱のブースのすぐ向かい、バイカーズオアシスブースにて頑張っておられました。あ、ほらいたいた。相変わらず羨ましいほどの身長ですな。カナエさんお疲れ様でーす。噂の海馬コーポレーションの社長連れてきましたよ。おなんだおつなさんツーショットが撮りたいのかいぞいいぞ。かつてマグロユッケ元ブログにこんな話しかないような絵があっただろうか。ちなみにだけどカナエさん。なんだか思い出そうと走ってくれてるけど忘れてる感じのよそよそしさだったよ。最終日あと少し頑張ってね。てな具合で二人とも会いたい人に会えたところで次回に続くよ。次回はいよいよ気になる川崎ヤマハブース。ホンダブースでのマグロユッケのはしゃぎっぷりもお届けしていくので、ぜひ来週もお楽しみにしててね。それでは、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、評価、Twitter フォローよろしくお願いします。ではでは。次回はなんと二宮さんとの絡みもあるよ。